Big up!観音寺総合のキャプテン下尾瑠衣、ピッチャーを務める西岡春樹、2人は大阪出身で幼稚園からの幼馴染、野球も小学生の時からずっと一緒に打ち込んできました。僕が始めたのは小学4年生ぐらいの頃で、西岡が野球やってて、でちょうどそれでキャッチボールとか誘ってくれたりしてて、でそれで自分も野球やりたいと思って始めました。大阪に住んでいた時は同じマンションだった2人、所属するクラブチーム以外でも一緒に練習に励んだそうです。小学生の頃は、いつも夜の8時ぐらいに集合して一緒に素振りはしてました。野球に打ち込んできた2人は甲子園を目指すため大阪を離れることを決意。進路の決め手になったのはお互いの存在でした。下尾もそこにちょっと行こうかなっていう風に言ってたんで、じゃあ自分も下尾について行こうかなと思って来ました。おるんだったら安心できるよねみたいな感じは少しありました。そんな2人は観音寺総合でも特に仲が良く、僕は春って呼んでます。もうずっとおこえっていうあ、おこえるいつも一緒に練習したり、一緒に朝は早く起きたり、そういう風にやってるなと、いいなと思って見てます。夢の舞台を目指して練習でも試合でもお互い支え合ってきました。ただ2人は来年から別の進路に進みます。大学で一応野球を続けようと思ってて、僕はもう就職の予定で車の製造関係の方に行こうかなと思ってます。共に野球に打ち込むのもこの夏が最後、少しでも長く一緒にプレーするために全力で戦い抜きます。横見たら常にやっぱ春がいてくれたんで、そうやって一緒に野球やってきて、やっぱもう終わった後ってどうなるんだろうとかよく考えてしまうんですけど、でもやっぱりここまでやってきて一緒に甲子園行きたいなと思ってます。頼もしいキャプテンと一緒に、甲子園に行って勝つっていう目的だけじゃなくて、お互いのやっぱ大切な人はほぼ同じなんで、その人とかにこう感動してもらえるようなプレーをしたいと思います。